で包み歩き、日本一の丸墓山に登り、星城を眺める。石田三成の水攻め開始、5日で作った堤に利根川と荒川の水を入れ、星城の周りに流し込む。しかし水の量が足りない。船遊び、そして酒盛りで三成に見せつける。貝姫が祈ると堤防決壊、三成の水攻めで星城は本丸残し水に沈む。しかし堤防が壊れ、水が三成の本陣を襲う。浮き城、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 浮き城。